私は。あれ？ここは、千葉学園？どうしてここにいるの？動くな。あんたはケビン・カズラナ。君は虚数特異点を閉じようとしたが、虚数造物の襲撃により落とされた。君を受け止めはしたけど、その怪我は相変わらずひどい。空の律者の力は弱まった。これで君には猶予が与えられた。あんたが私を助けたってこと、どうして？ライデン・メイに感謝するといい。彼女が君を助けたんだ。超空師の心配はいらない。災害は終わった。彼女が君の代わりにこの都市を守った。何言ってるの？メイ先輩が？あとは彼女自身が説明するよ。彼女が来た。メイ先輩？メイ先輩、何があったの？その姿、一体どういうことなの？どうやらもう答えは出たようだね。一緒に行くことにしました。あ、ライデン・メイ、ヨルムンガンドへようこそ。待って、何を言ってるの？メイ先輩がヨルムンガンドに？メイ先輩、どうしたの？何かされたの？キアナちゃん、私は正気よ。これは私が決めたことだから、放っておいて。どうして？冗談じゃない、そんなの認めないよ。ヨルムンガンドになんて行かせない。キアナちゃん、どうやら君にはまだ解決しないといけないことがあるようだ。話したいことを彼女に話すといい。しかしあまり時間はない。話したいこと？理由を教えれば私を理解し安心して離れられる。いいえ、彼女をより後悔させ、より苦しませるだけだわ。話したいことはもう心の中で何度も話した。キアナちゃん、一緒にいろんなことを経験して、たくさんの思い出を作れて、私は幸せだ。あなたは好きなことをして理想を実現させるといい。私は暗闇に向かい、代わりにあなたを光に戻す。彼女に最後の別れを告げよう。ライデン・メイ、こちらの世界へようこそ。メイ先輩、どうして？メイ先輩、どうして？あいつらがしてきたことを知ってるのに。失敗し、気にしてない。you
ヒアネちゃん、もう。絶対に。
先輩。